皆様こんにちは。アニメ黒羊にてセバスチャン・ミカエリスを演じております小野大輔です。この度新シリーズのアニメ化が決定いたしました。第1期のアニメが放送されてから15年、そしてですね、6度目のアニメ化となります。さらに新スタッフ陣での、アニメになるということで、どんな黒羊が見られるのか、僕自身もワクワクしております。ぜひ皆様も楽しみに待っていてください。皆様こんにちは。アニメ黒羊でシエルファントムハイブ役をやっている坂本真綾です。今度アニメの新シリーズの制作が決定しました。本当にびっくりしたニュースだったんではないでしょうか。アニメ1期が2008年、あれから時を経てまたシエルになれることを本当に嬉しく思っています。セバスチャン役の小野大輔さんと一緒にしっかりと演じていきますので、ぜひ皆さんご覧になってください。黒羊新シリーズ、皆さん見てくださいね。坂本真綾でした。